えっ、ーえー、と、今日は品川のイオンにあの突如行ってみたというお話なんですけれども、あの、ちょっとなんかお腹が空いたし、ちょっと休みたい。ひとまずちょっとあの、初めての場所で、とりあえずなんか一旦腰を下ろして落ち着きたいなっていうのがあって、あの、いろいろ下場に入ろうかなとかもいろいろ思ったんですけれども、ちょっとなんか何か食べたいような感じもして、 あのちょっとなんかつながってるビルみたいなあんまり食べるところがあのちょっとフードコート以外見当たらなかったんですけども少し落ち着いて食べたいっていうのもあって一旦出て隣接するビルの中もあんまりたくさんレストランがなかったんですけれどもあの和光の,あのカ,ツカツのお店ですよねとんかつのちょっとあんまそれぐらいしかちょっとあとやっぱりまたイタリアンとか。 あの麺みたいなグルテンみたいな感じになっちゃうのでとりあえずあの揚げ物だけれども、まあ、いいやと思ってあの和光に入ることにしました。でそして何を食べようかなと思ってこのボタンっていう1580円ですねこちらが目につきました私の好きなヒレカツそして母の好きなエビフライ。 そして今ちょうど食べたかったチーズ入りささみかつ。そしてなんと、え茶碗蒸しまでついてる。これなんかいいかなと思って、えー、いろいろ迷ったあげく、このボタンをいただくことにしました。はい。えー、でそしてそして気になったのが味噌だれ100円。あの母とこうね、名古屋とかに行ったりとかして、母がなんか味噌カツも好きだったのを思い出したんですね。東京のヤバトンとかも行ってたし、 東京にもヤバトンがあるんですね、銀座のちょっと外れに。そこにも行ったりしてたし、なんかそういうの思い出して、あの、味噌、味噌カツも食べたいっていう気持ちになって、ただちょうどこの味噌だれ100円が目につきました。なので、これも、あの、ちょっと頼んでみることにしちゃいました。はい。で、王道のこの秀勝カツ御膳に最初しようかなと思って迷ったんですけども、えー、最初に紹介した、あの、今回はね、 ボタンっていうのにしました。で、このなんかのあの、後であの、目についたんですけど、このひまわり。ねえ、アジフライ。<laughs> これアジフライもあったんだと思って、でも今日はね、あの、ささみのチーズカツが食べたかったので、ボタンにしたんですけども、これもなんかちょっとまた気になるので、アジフライ、エビフライ、ヒレカツの牡蠣、えー、限定のひまわり。これもちょっとなんか次回食べてみたいかななんて思って、お写真に 収めちゃいました。なんかアジフライも食べたいなあなんて思っちゃいます。はいで、こちらがあこれもなんだろうね。なんか気になったのは取ったんですけども、カツ鍋ですね。あ、美味しそうですね。カツ煮みたいな感じ。これもヒレカツがあって、なんかこれも美味しそうですね。で、こんな感じでね。あのすごい空いてて、あの私が行った時間帯は利害に入ってみると。 あの、綺麗な店舗で、あの、居心地が良かったです。クラシックがかかってて上品だったし、人も少なくてソファー席がたくさんあって、あの、一人でまた広々と4人席の一番奥の席でくつろがせていただきました。でもメニュー表も綺麗でした。とんかつ箱、こんななんかうぐいす色みたいな綺麗なメニュー表でした。で、この奥の席で あの広々と一人でゆったりと過ごすことができて意外に入ってみたら思いのほか良かったなっていう感じでしたそしてさらにすごく親切なことにあの冷たいほうじ茶を最初いただいたんですけれども温かいのがありますかって言ったところわざわざこの急須に入れてあったかい緑茶と冷たいほうじ茶と持ってきてくださいました至れり尽くせりです こちら右があったかい緑茶左が冷たいほうじ茶になりますゆったりと過ごすことができましたえー、っと私今日なぜかショートパンツにしてしまって少し寒かったのであのバ、ー、ンビちゃんのフェイラーとその下にさらに一回り大きいアンテプリマのふわふわのタオルハンカチを重ねて、えー、足をガードしましたあのクーラーとか私苦手なのでこうやって防寒していました それではさんに続けたいと思います。お楽しみに。